はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保並木金田ロッキーです。さて今日はですね、福原愛ちゃんが再婚するのか。昼間いつもね、仕事してるんで、ワイドショー見る時間ないんですけれども、今関西おりまして、さっきワイドショーね、家で見とったんですけれども、なんちゃら工場さん、福原愛ちゃんが、ところまた再婚するんじゃないか。これね、言われてんのが、やっぱり台湾に子供を置いてんのに、どういうことや、子供に会いたくないのか、そこはもう僕もわからないです、本当。まあ、ちょっと占ってみたいと思いますけれどもね。これね、占いしてて、やっぱりお客さん的にもね、大体もその離婚問題で揉める人らいっぱい相談に来ますんで、まあ、子供の親権は欲しいって、大体やっぱりね、もう自分はもう、僕のところ来た人はそう言います。僕が親権取りたい、私が親権取りたい言うんで、取れますかみたいなことを占ってくださいみたいなことも来るんですけど、まあ親って大体そうですよね。9割ぐらいはそうなんですけど、1割はやっぱあんまりこの人あんまり子供のこと過ぎちゃうかな、まあ、向こうに親権行くと思うんで、私はもうそれでいいんでみたいなね、うん、だからまあやっぱり子供ができてしまったらやっぱ気持ちがパパママの部分がこうなんていうんですかね、こう強くなってくるというか、なんというか、そうなんですけれども、子供旦那や嫁よりも子供になっちゃうのがまあ普通なんですけれどもね、うん、ただそうじゃない人も中にはいますよってことで、だから愛ちゃんがどうなのか、愛ちゃんがそういうタイプなのか、あるいはもうそうじゃなくて、俺らが見てないところで嫁姑問題も、向こうがもうとんでもないことを投げかけてくる、子供は置いていけ、愛ちゃんも追い出された状況なのか、うん、その国と国との間のね、ごたごたやっぱあるじゃないですか、そういうの。嫁姑がおって、小姑がおって、ね、日本から離れて、見かけ的にはハッピーハッピーなね、あの男前のスター卓球選手とね、くっついて、国を越えた愛、はい、子供もできて幸せにやってるんやけど、向こうの家族とこうおって、やっぱりそこの部分、意思疎通できない部分もあったやろうし、だからほんまもうとんでもないことがあって掘り出されて、どうしようもない時に今の彼氏と出会って、それはもうね、支えてくれる人、愛ちゃんも必要やろうから、そっちの方にほっと行ってしまった。そうなの、それは責められへん部分もあるのかもしれないですし、僕は分からないんでね、占ってみたいと思いますけれども、はい、そんな感じでね、2タイプありますので、愛ちゃんがどうなるかで、この再婚するのかどうなのか、その辺も占っていきたいと思います。まず福原愛ちゃんの全体運出していきます。これも愛ちゃんで一番気にしていることが出ますので、飛び出したカード、彼女にとって重要なメッセージ、充実しているお金 OK、 日本におる方がお金になるってことなのかな、今が楽しいってことなのかな。まあ、うっとしいことはいっぱいあったと思う。子供はそら会いたくはないやろ、会いたくないことはないやろうけれども、うっとしいことがいっぱいあったんやろな。はい、福原愛ちゃん目線での全体運です。解説していきます。おっと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 、あのね、やっぱり2人、まあ次回過去今未来なんですけれども、不倫じゃないとは言ってるとはいえ、まあ不倫だったとしても、もう破綻してて飛び出してからのことやからね。ほんでこれうまいことこう出てたら天秤なんで、天秤 OK なんですよ。二股になった OK なんですけど、できなくなったってことは、まあ、それがバレたということなのか、まあまあこういう状況でね、もうだから旦那の方を切るってことで、なんとかやってたのが、まあまあね、悪く言えば
二股かけれなくなった。ほんでこう旦那と別れたですね、これ恋人の逆出ておりますので、はい、もうもろとんでもないカード出ております。ほんでこうお金がノーなのかも充実しないのか、もう要はだから旦那と別れてお金の問題なのか、もうあの全然面白くないのか、もうとんでもない状況やったんですよね。で、いまだにまあ我慢の状況は続いております。そしてね、気がここからが気が全部枯れて新しい気が生え始める未来のところね、未来の3枚ね。我慢のせなあかんことはありますけど、世論的にはね、なんか愛ちゃんが悪い悪いって結構叩かれてますからね。ただこれ法律ごと結婚いろんな部分 OK なんで、もう離婚はしてるんで結婚するんでしょうね。僕はそう思いますね。うん、結婚すると思いますよ。はい、これで全部多分凝縮、うん、今起こっていること、彼女の身にここ数年というか数ヶ月のうちに起こったこと全部出てると思いますが、2年ぐらいの間か、うん、起こっていること出てると思いますけれども、はい、結局は結婚になっていくんじゃないですかね。はい、再婚はすると思います。だから家もね、ちょっとそこ見てみますね。1枚飛び出したカード、重要なメッセージになるんですけど、なんとかやれてたって感じですね。バランス取れてない、まあなんとかやってたもの、暗い状態が続いて、だから自分の意思を貫いたんやろうけれども、自分のやりたいことができてなかったんやろな。やったおかげでバランス取れなくなった。ほんでこれまた二股の逆出てるから、向こうを切らざるを得なかったのかな。それもいろんな部分、心身のバランスが取れない、やったことに対する見返り、それかなんか愛ちゃんの収入、旦那だけじゃなくて愛ちゃんの収入の方が上で、愛ちゃんの収入でみんなをこう養っていかないけなかったのか、うん、もうだってこっからも太陽さんさんじゃない、もうどないしていいかわからない、復活ない出てますので、まあ子供は会いたい可愛いあるにしろ、もうそれを超えるとんでもない状況はあるんやと思います。だからもうそこはね、やっぱり言えない部分もあるでしょうし、愛ちゃんも、うん、ね、あの見えてる部分だけで僕らがどうのこうの言うたら、やっぱりかわいそうな部分は絶対あると思います。はい、皆さんもちょっとそういう弱い状況になった時、手を差し伸べてくれた人ね、例えば破産はしてても、まあ形的には不倫になってしまういうような状況でね、手を差し伸べてくれた人にほっと言ってしまういうのはもうね、しゃあないのかもわかりませんし、僕はそうやと思いますね。はい、占い状況、そんな結果が出ました。だから再婚すると思いますし、もう向こうの家族、台湾の家族とはもう復活ない出てますので、まあしゃあないですわね、うん、子供は会いたいんでしょうけれども、うん、そやからまあ会いたいんやろうけれども、まあ大きなった子供は会いに来るがないう話でね、はい、そんな感じで、まあいろいろ揉めてね、子供向こうに取られた、ほんでね、お父ちゃんに会いたいねんけどどうしたらええとか、そういうのもよく聞きますね。ただやっぱりもう長いこと20年とか会うてへんから、どういう顔して会うていいかわからんとかね、うん、そういうのはよく聞きますけど、まあまあ何回か会うたらね、あのまあ打ち解ける部分もあるとは思いますし、はい、そんな感じで、まあね、愛ちゃんも大変な部分あったんでしょうけれども、まあ日本で生活していくんやと、やっていかないとしゃあないですよね。はい、僕ら周りがああだこうだ勝手に決めつけて言うことじゃないと思いますので、はい、そんな感じでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。